虚無によってかき消されてきました。やがて虚無に抗おうとする意志は、その意志は一つの役割を得ました。それがドラゴンです。ドラゴンはその大いなる意志によって虚無を無念させ、滅びを起こらせました。そう、あなたの知る世界はドラゴンによって守られてきたのです。そして各社もまた大いなる意志によって選ばれたドラゴンを追悼する。ドラゴンの各社による繰り返される援護、この世界を構築しています。それこそ、竜王。かつて世界には、あらゆるものに役割がある。よくできた物語には、無意味な人物が、私はもはやただのボーンではありません。マスターの大いなる意志がうつろな私にも小さな意志を与えてくれた。意志と力だ。これは己の思う世界を生み出す術。
びがこれで全て終わる。なんと口惜しい。これからまた始まろうというのに、新たな世界が見るべき物語が。けれど私にはもうその役割は。